フランツ・ウンガー、フランツ・ヨーゼフ・アンドレアス・ニコラウス・ウンガーは、オーストリアの植物学者、古生物学者である、シュタイヤー・マルク州に生まれた。はじめグラーツ大学で法律を学ぶが1820年に、ウィーン大学に移り医学を学んだ。1822年に、プラハカレル大学に入学し、1923年に、ウィーン大学に戻り、1927年に、卒業した。 1927年からウィーン近くのシュトケラウで医師として働き、1930年からキッズビュールで旧定医を務めた。1836年にグラーツ大学の植物学の教授となり、ヨアネウムでも教えた。1850年にウィーン大学の植物生理学の教授となった。1852年に北、ヨーロッパ、中東の調査を行った。 ウィーン大学で教えた学生には、グレゴーリオハンメンデルがいる。アオギリカの俗名、ウンゲリア・ショット・アンド・エンドルやカヤツリグサカの俗名、ウンゲリア・ニーズ・ウェクスに、懸命されている。アンガーは、植物の学名で命名者を示す場合に、フランツ・ウンガーを示すのに使われる。ありがとうございます。